はい、どうも皆さんこんにちは。プロスピーパークやられているでしょうか。こちらでですね、手に入る今回の報酬が、毎年恒例となっておりますが、ドラフト1位選手、各球団のドラフト1位の選手が手に入るということになっております。ドラフト1位選手に限らず、ルーキーっていうのはですね、とても魅力的な存在なわけです。我々プロ野球ファンっていうのは彼らにすごく夢を抱くわけですよね。っていうのも彼らは大きな大きな可能性を秘めている選手なわけです。で、そういったルーキーの中でも特に期待をされているのがドラフト1位選手なわけですよね。高卒の選手であれば底知れぬポテンシャル、潜在能力を持っているわけですし、大卒や社会人選手っていうのはチームに今欠けているピースを埋めるために即戦力としての活躍を期待されているわけです。つまりプロ野球ファンとしてはですね、ルーキーの活躍、ドラフト1位選手の活躍っていうのがですね、とても楽しみなわけですし、いち早くその選手たちを使ってみたいなって思うわけですから、毎年のね、このドラフト1位選手が手に入るこのイベントっていうのはとてもいいイベントだなと思って私見ています。なんですけれども、どうしても自分のチームの、期待の新人っていうのはどうしても興味を持つんですけども、他のチームの新人ってそこまでよく分かってなかったりするんですよね。よっぽど甲子園で活躍したとか話題になってない限り。でもA ランク契約書からポーンと出てくるわけです。せっかくならね、そういった選手のことも知ってればもっとプロ野球を見るのが楽しくなるのかなと思ってちょっと調べたので、今回は紹介動画を作ってみました。皆様と一緒に共有できれば幸いです。はい、今回はですね、パリーグ編やっていきたいと思います。まず日ハムのドラフト1位、堀瑞希選手です。広島新庄高校出身です。で、これは広島長川投手、それから巨人田口投手の後輩にあたりますね。3年夏の甲子園では一人で投げ抜き、ベスト16の原動力になりました。左腕から繰り出すマックス150のストレートと切れ味のあるスライダーが武器です。で、ゲームでもですね、はい、こちらスライダーがね、高めの変化量で設定されているという形になります。で、ちなみにですね、僕気になってたんですけど、この帽子なんか白くてちょっと変だなと思って調べてみましたら、これ2017年の日本ハムの春キャンプ の、限定キャップらしいです。はい、どうせならね、ちょっとちゃんとしたキャップをかぶせてあげてる写真をね、欲しかったんですけど、いかんせん高卒ルーキーなんでね、まだまだ実戦に投げるってことはあんまなかったのかな。この写真が使われております。はい、続きましてジャスティスですね。田中正義、ソフトバンクドラフト1位、創価大学出身です。創価大学といえばね、オリックス小屋のとか中日八木とかね、創価大学から、日本ハムに行くっていうルートがありましたけれども、ソフトバンクのドラフト1位と。最速156キロの速球が武器の本格派投手です。50イニング無失点記録やノーヒットノーランなど、大学ナンバーワンピッチャーとして名をとどろかせました。前評判も高くてですね、右肩の故障歴があるものの、これ結構ね、ピッチャーとしてはね、致命的なんですけどね、肩に故障歴があるっていうのは。それにもかかわらず5球団が競合の上、ジャスティス界の親玉って言っていいんですかね、孫正義、同じ名前の、漢字使うんですけども、がいる、ソフトバンクに行きましたということです。この人は田中正義さんなんですけど、で、QA76B76 というね、能力はですね、今回のドラフト1の選手の中で一番高いです。もういろんないいピッチャーいるんですよ、今年調べてみたらね、本当にいいピッチャー揃いなんですけども、その中でも一番球威が高く設定されております。で、この人フォークにも自信があるということで、C、 ストレートが B にフォークが C と、なかなか高い数値なんではないでしょうか。ですがね、現実にはですね、制球の乱れとかフィールディングになんかイップスの疑惑があるとかで2軍で調整中で、ちょっと壁にぶち当たっているところだそうです。これだけの、選手でもね、やっぱりプロですんなりとは活躍できないっていうのがね、プロの壁の高さを感じさせます。一方でですね、プロでも、早速いち早く活躍できたのが、佐々木千早、ロッテのドラフト1位です。桜美林大学出身です。で、桜美林大学っていうのはですね、巨人のね、河合さんの息子の河合拓也っていうのがね、いるんですけれども、その人が出身で、実はですね、まだね、公式野球部が準公式野球部から公式野球部にグレードアップしたのが2008年ということで、まだまだね、歴史がね、浅いんじゃないのかな、桜美林大学です。外れ1位なんですけれども、5球団が競合したことで話題になりました。もともとなんか競合を避けるためにね、他の球団とのあれ兼ね合いでみんなちょっと避けてたところにポカッと穴が開いてしまったような形でね、本当は外れ1位じゃなくて本当に1位の、実力のある選手なんですよ。首都大学野球リーグで、巨人菅野以来となる7完封を記録しました。それだけいい選手ってことですよね。サイドスローに近い3クォーターから投げ込む150キロオーバーの直球と6種類の変化球で打者を抑え込むということでですね、変化球もいっぱい持っております。
で本人曰く、最も得意なのはシンカーということで、シンカーも C 評価になっておりますね。4月6日、あの斉藤佑樹と投げ合って5回1失点で、勝利投手になっております。続きまして今井達也、作新学院出身の、ピッチャーですね。江川卓、あとロッテの岡田選手などの、後輩にあたります。スピンの効いた最速152キロの速球が自慢の昨年夏の甲子園優勝投手です。もう甲子園の、ね、優勝投手ですから、もうやっぱりまあすごい選手ですよね。最終回にも150キロオーバーの速球を投げるなど、スタミナにも自慢があります。本当に、ね、夏の甲子園というのはあの過酷な環境の中で投げ抜いてくるわけで、あの本当に延長とか引き分け再試合とか、あの中でね、本当に一人のピッチャーが投げ抜いたりするわけですから、あそこに勝ち上がってくる、それで優勝投手になるというのは本当にすごいポテンシャルを持っている人だと思います。それを示すように高卒ルーキーながら球威は72と高評価です。で、この人の記事を調べてみますと、制球が高いと見る人もいるし、この人はまだ制球は未完成だというふうに見る人もおります。まあ評価がね、まだまだ分かれているんじゃないのかなと思います。ちなみにですね、ゲームでは制球59とはまずまずの評価なんじゃないのかなと思います。はい、続きまして藤平翔馬、楽天のドラフト1位です。松坂や涌井などプロ選手を多数輩出した名門横浜高校出身のピッチャーでございます。ヤクルトのドラフト1位寺島、それからカープドラフト2位の高橋とともにビッグ3と称された投手です。さっきの、ね、今井選手は、優勝投手なんですけども、ビッグ3っていうふうには、ね、最初はなってなかったんですね。で活躍の結果ビッグ4とも呼ばれるようにはなったということですが、この人はもう元から、注目されていた選手。空振りが取れる最速152キロの速球に加え、切れ味鋭いスライダーですね、とそれからフォークがですね、こっちにあるんですけども、フォークも武器だということです。ちなみにですね、中学時代は陸上の走り高跳びでジュニアオリンピックで優勝しているということで、まあ、フィジカルエリートですよね。身体能力がとても高い選手ですね。まあ、甲子園で活躍した高校生投手っていうのはね、こういうなんか身体能力的にね、すごくいいものを持っている選手がすごく多いので、これからね、今のこの能力はきっとまだまだ大卒の投手に比べればちょっと物足りないような気がするんですけれども、これからね、どんどん伸びていくんじゃないのかなということで、これから伸びる選手のちょっとまだ伸びきってない姿を手に入れられるっていうのも、このドラフト1位ルーキーの収録っていうのはちょっと嬉しいですよね。続きまして山岡大輔選手です。オリックスのドラフト1位、広島県瀬戸内高等学校から東京ガスへ入りました。で、東京ガスの出身者は巨人の宇都宮、それからロッテの石川選手など、いいピッチャーがいっぱい出てきております。高校時代、広島県大会決勝で巨人の田口と延長再試合で投げ合って甲子園の切符を手にしております。で、高校卒業後すぐにプロ入りしなかった理由として、ね、プロ選手になった人と投げ合って勝っているにもかかわらずプロ入りしなかった、その理由としては楽天の松井裕樹との差をすごく感じてしまったために、まあ、社会人で少し自分を鍛えようというふうに考えたそうでございます。社会人1年目からリリーフ、2年目からエースとして活躍して、社会人ナンバーワン投手の評価を受けました。身長はですね、172センチと小柄なんですけれども、最速152キロの速球、まあ、ゲームで150になっているんですけども、それからスライダーが武器ということでですね、縦に落ちるスライダーは B 評価をもらっております。で、ゲームではね、この変化球がですね、多彩なんですよ。第一球種はこっち、第二球種はね、こっちとね、左右のね、分布がね、分かれているのが面白いですよね。はい、というわけでですね、こんな感じで、まずは、パリーグ編、お話をしてみました。次回はね、セリーグの選手も紹介していきたいと思います。しかしですね、本当に今年はいいピッチャーが多いなという、どの球団を見ても遜色のないピッチャー揃いなんじゃないのかなと思います。これからね、1年間通してどんな選手が出てくるのか、今からとっても楽しみです。ではまたセリーグ編でお会いしましょう。バイバイ。